はい、続きましてはこちら、ドラ、モリモリだぜってことで、見ていきましょう。さあ、これかな多分これ。これだな。さて、ドラ表示は3ピンでございますけれどもね、4の玉がドラになります。ドラドラだね、今。ドラ2枚です。ドラでどんだけもんのかっていう話よな。これ、銀の間だよね。うん。もう夜中なんだよね、今。でもそろそろ収録しとかんとってことでね、夜中に撮っておりますけれども。最近皆さん、いかがお過ごしでしょうか。私はね。まあ、あの動画ね、ジャンタマ、ちょっと本当はあの初心者ジャンタマの回の時にね、見たかったんですけど、その後夜中からあの B4B やろうって話になりましてね、あのゲームやっておりました、監視しましたと。でもその結果ね、ドラが1枚だったね。うん。まあ、その結果ね、まあ、あの若干寝不足でございますね。うん。まあ、夕方にも、ああ、ドラが4でございます。まあ、でもドラ4はまあ、まあまああるですね。これ、リーチ、ドラ 4?かな、うん、のしゃもちだな。単葉もついてるか。リーチ、ドラ4、単葉ですね。だから、これだけで言うと、ハネマン。6点だから、わー、すっごい手配それ。え？あ、2枚乗ったね。これが、ハネマンが倍前になったんで、1万8000点かな多分。あ、なん、2個。で、裏ドラですわ。裏ドラ、どれ乗る？あれ？チーソーとローワン3枚とロピディあれおかしい。さっきまで俺のスーパーコンピューターの計算によると倍満だったはず。なぜ8点が16点にここで3枚、ここで3枚、ここで2枚ってめちゃくちゃ頭悪い抜け方したな、これな。ま、全部自分が入ってた。もうこの缶全部お前やからね、もう。だってこいつ自分の缶で何点持った？これ。裏の8と、待って待って。裏の8も、見よう。リーチ、タンヤオ、ドラ6、ドラ8。数え役マン。だからこれ、缶してなかったら、ドラ3、6、リーチ、タンヤオ、ドラ6で8点で済んだんよ。十分高いけど。それ、カンカンしてもうたから、8点が16点だって思ったからな、これな。やっぱその場のノリのカンは、痛い目に遭うということですね。全部自分が前ったんなんで、しかないですね。でも気持ちいいよな。これからもカンしていいぞ。許可します。続きましてこちら。まあ、こちらも悲しい男気シリーズかな。団員するため、我慢できずに、ロン。だが、次引く牌は、どうです。見てみましょう。あ、いや、これ写真見たら多分そうじゃない。え、全然、多分。これ勘違いしんじゃねえかな。まあまあ一応見よっか。普通にすげえ役満だから。大車輪だね、これ。大竹林は竹で、大車輪は玉の2から8の、チートイツ。リャンペーコですね。2枚ずつ。リャンペーコでございます。なんや、このハイパイ。なんや、このハイパイ。めちゃくちゃしとるな。あ、早っ、泣くの。それ泣くんや、早っ。それ泣くの？いや、そこまで泣くのはいいけど、この後役ないね。それ、ちゃんたがギリか。トイトイ、あ、でもイーソーそれ引っ張ってくんの運命力感じるな。そのイーソーすごいっすね。あ、キューピフもね、泣いてからとりあえず形作ってくる。やばいな、左の人。えげつい。締めマグロ、なんか知らんうちにめっちゃ手できとる。めちゃくちゃ手できとる。で、これ、まあ、鎮逸、無駄に鎮逸、うわ、いいとこ引いた。まあ、これいいピン切る、これはいいピン切るわ。え、こっから9ピン落とすんだ。こっから9ピン落とすの？だってこれ今、チーピン、テンパイだもんね。今、テンパイしてて、7の玉引けば上がりなんだよね。鎮逸、チートイツなんで、6点の、2個で8点。で、ペードラで、9で、ペイドラがドラ表示牌なんで10。リーチしてれば11。うわ、ニャンピン引いた。うわ、夢追うわー、それ。そこ、ニャンピン引いて9ピン落とすの、マジで音、感じちゃうー、感じちゃうぜ。これ今、2、5、8の上がりだね。ペイ抜いて。これ意地で分かりたいですね。これ意地で分かりたい。2、5、8。もう何でもいいんだけどね、正直。あ、ロン。
ロンね。これロンしたんの、これ大車輪っすね、これね。ピンフ、リャンペイコー、タイヤを鎮逸、ドラドラ、ドラドラ。うん。まあ、ドラなくても。え？あ、ドラなかったら役満じゃないんだ。悲しい。それぐらいくれてもいいけど、まあ、リーチすれば、まあ、あれやけど。リーチしても足りないもんな。で、これ今山を見ればってことやったんやけど、ちょっと山見てみましょうか。多分ね、これね、大車輪を、そうだよね、これ多分、これ今ここでローンせずに、次のツモ自分やったから、見逃したらツモできたよねってなってるんだけど、別に大車輪はツモじゃなくても、ローンでも全然しっかり役として機能しますので、全然ローンでいいや。ここ我慢しなくていいからな。うん。リャンピンだから全然問題ない。ウーピンパーピンやったらな、我慢しときゃよかったってなるけど、リャンピンだから全然問題ないですね。ちなみに、ジャンタマでは4人うちの友人戦でローカル役をオンにしないと、ご覧、見ることができない役まとなっております。続きましてこちら、27班、ドラ17。最高に頭あるよな、これ。27班役満13だからね。もうダブル役満だからね。もう。ないけどね、ゲームの仕様上。13以上無意味なんですけど。でも俺が認めます。5倍役満です。そんぐらいむぜ。あ、これだな。これそんななる ?27?いや、無理無理。いやいや、これで27、無理だよ。いつものね。これは恒例行事ね。とりあえず、こう、フラグを一応立てておくと。フラグじゃないけどね、約束された勝利だから。これでフラグ立てておられたら、俺、騙されたんやけどってなるけどな。え、嘘やん、このパイフってなっちゃうけど。あ、でも、スクショ付きでね。送ってくれてるからもうこれは間違いなくフラグが、あーうわえぐ、え、そのリーチ。でも結果的にヤンピン3ピン、ヤンピンはもう握られてて出てこないんだ。うわー、そのリーチ怖かったけど上がられないのか。いや、道のり遠くなくなったわ。今近づいた、グンって、俺の想像した5歩分ぐらい近づいた。今たったローピン1枚だけど5歩近づいたわ、今。きついな、思ったけど。いや、まあ、あと、スーピン。あ、リーチだ。これ、スーピン発と遅いぐらいにもあんのか、これ。あ、違う、スーピン発か。うん。あーあ、えらいこっちゃえらいことなってもたー。それ、気持ちいいやつ。本段シャーペ。うわ、裏ドラもろ乗った。裏ドラ、えぐ仕込んでんな7なんだけど。やばすぎ。やっば、裏ドラバチバチに仕込んだな、お前。表ドラで9でしょ。で、裏ドラが7。うわめちゃくちゃやで。山操作もいい加減にしろ。すべてコントロールしてたよ、今。いや、めっちゃ気持ちいいやん、これ。いや、俺もやろう。いや、やろう言うてできるかーい。最後まで見てくれてありがとうな。面白かったらチャンネル登録、高評価よろしく頼むぜ。また明日会おうな。じゃあな。